制約解除決戦なんてめんどくさい。時間がない。でもやっぱり効率的に素材を集めたい。そんなあなたのための、国魔74回オートクリアのやり方を紹介したいと思います。今回の一番の重要点は、国魔の光を照らす知性、バリスタに向けてコロコロするやつをキャンセルするタイミングで、バリスタを放つことです。そうするために EX の発動順番とタイミングが重要になります。それと、最初の5つの EX しか指定できないのである程度 EX 順番待ちになります。でも制約解除決戦は何回でもやり直せるので、気楽に挑戦してみてください。攻撃を臨戦星の、もしくは障害物で防ぐ必要があるため、生徒の位置がすごく重要になります。国魔の磨かれた知恵、攻撃は最も離れてる生徒に向けられますので、それを利用するため生徒全員をミドルかフロントにしてます。そうすると、国魔の攻撃は大体上にいる水着沙織に集中しますので、前に立ってる臨戦星のが防御してくれます。星のを開始スキルに設定したことによって、2回目の EX は国魔の攻撃にあって発動します。国魔の HP が一定削られると、光を照らす知性が発動します。試したところ、発動時は5500万 HP 余りでした。光を照らす知性が発動すると、国魔は、ラオーと叫んだと赤い線が2つ、バリスタに向かって広がります。その後、弾が2球バリスタに向かってコロコロします。このタイミングで城の柱に水着白子もしくは水着イズナの EX が入ると、コロコロをキャンセルして一定間グロギー状態に似た感じになります。7コストの水着沙織を開始スキルに設定した理由は、EX がチャンが悪ければ、沙織の EX がコクマーではなく柱に向けられる恐れがあるからです。コロコロが発動するタイミングはコクマーの HP に繋がってるので、育成具合によっては編成や開始スキルに調整が必要です。特に、火力が高く水着白子の EX が遅れがちであれば、開始スキルを調整して白子の EX を早まらせることができます。逆に遅すぎると、水着白子を開始スキルから外して EX 順番立ちにかけることもできます。火力が高ければ2回目の炎連発が発動する前に残り5500万 HP を切ってコロコロが発動し、そのタイミングでバリスタを撃てます。火力が足りてないと、1、生徒たちが2回目の炎連発に耐えなくてはいけない。2、柱を炎連発の後に攻撃しなくてはいけないため難易度が少し上がります。その点低コスト、火力を出せる、柱を攻撃できる水着イズナが一番ですが、水着イズナの代わりに水着星野でも倒せることもできました。ただ何十回もやり直した末ですが、国魔の HP がある程度下がると、フェーズ2に移動します。ここで国魔は止まらず火を吹きますので、障害物の後ろにいない生徒はすぐ退却します。この時点でスキル回しのどこら辺にいるか、生徒の残り HP、国魔の残り HP、生徒の位置によって結果が決まります。このように何回かやり直さなくてはいけないかもしれませんが、オートでも国魔74回までクリアができます。ご視聴ありがとうございました。